会長の海牛ラジオ。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。隊長です。隊長の海牛ラジオ第17回目、YouTube 第7回目でございます。はい、いやー最近暑いですね。もう9月もね半ば過ぎまして、残暑が厳しいですね。8月のねお盆過ぎ後半の方が涼しかったような気がするぐらい、ここ最近はね30度を超えるような暑さが続いておりますね。ものすごく水分取ってますね。汗もかきまくってますけれどもね、こういう時結構ね熱中症なんかにもなりやすくなってるみたいですね。9月だからといってね油断してね水分補給やら休憩やらを取らなかったりしてね、熱中症になるなんてこともあるみたいでね。小学校とかの体育祭のね運動会の練習中に熱中症になっちゃったみたいなニュースもちらほら出てますのでね、どうぞね皆さんも十分ね気をつけていただいてね、こまめな水分補給とね休憩、こちらね気をつけていただければと思います。はい、ダイビングなんかもねまだまだいいシーズンですよね。いや秋がやっぱりいいですよね。この時期こう外もね比較的暖かく水温も高いという状況でね、こう潜れるなんて最高にいいですよね。いやー今年ねどうでしょう、行けるのかなと行けるとするならいつかな、11月終わりくらいかなとか考えてるんですけどね。このいい時期に行けないのがまたね嫌になっちゃいますけど、まあ仕方がないかなというところでね、今年も海牛ラジオで自分の撮った写真で皆様のダイビングのねブログなどを拝見して我慢しておるところでございます。はい、はい、ということでね今回は、ウミウシの紹介ではなくですね、サンシャイン国際水族館に行った時の話をしたいと思います。はい、ということで行ってまいりましたサンシャイン国際水族館。今年の夏にですねリニューアルオープンいたしまして、行きたいと思っていたところなんですけれども、ちょうどね行く機会がありましてね行ってまいりました。はい、非常になんかね、綺麗になっておりまして、私も最後に行ったのがもう相当昔なんでね、サンシャイン水族館がねできた頃ぐらいに行ったような記憶があります。それ以来なんでねちょっと楽しみでね行ってまいりました。特にねすごかったのが、サンシャインラグーン水槽ですか、サンシャインラグーンかな、でっかい水槽がありましてね、3000匹もの魚が泳いでるそうです。はい、その中でですね水中ショーというのがたまたまいた時間にやっておりまして、係のお姉さんがですね水中で魚に餌付けをしたり、魚のね習性なんか説明なんかもね説明してくれてね、非常に興味深い内容で子供たちもね食いついて見てたのがとても印象的でした。はい、あとはですね僕が印象に残ったのはクラゲの水槽ですかね。とてもねライトアップしてありましてね、非常にね綺麗な感じでしたね。とってもいい感じの水槽ができておりましたね。トンネル型の水槽もあってね結構楽しめました。もちろんね海水だけではなくてね淡水魚も展示しておりまして、それは2階っていうんですかね、上の階がですね主に淡水魚を、ね、扱っておりました。こちらもねあまり普段接することがない、ね、淡水魚はどちらかというともう海水魚ばっかりご興味がいってしまうんでねあれだったんですけれども、淡水魚もいいかなと思いました。
あとまあ個人的な感想といたしましては、ウミウシの種類をもう少し増やしてほしいなというのが正直ありましたけれども、まあそこはね、なかなか未だにこうウミウシのファンっていうのが少ないのかなというのがあるんでね、もっと広まればいいかなと心の中で願っております。はい、ナショジオクイズ、ちょっと拝借。はい、ということで始まりました、ナショジオクイズちょっと拝借ね。前回とね、前回のテンションでやると疲れるんでね、ちょっと普通のテンションで戻して喋りたいと思います。はい、まずはですね、前回の、問題の答えですね。はい、陸上で最も速い生物といえばチーターですか、動物といえばチーターですが、海中で最速なのは次のうちどれでしょう。1バショウカジキ、2クロマグロ、3コウジロザメ、4カツオ。はい、それでは正解を発表いたします。正解は1番バショウカジキでした。はい、当たった人いらっしゃいますかね。正解はバショウカジキです。こちらはですね、時速100キロを超えですね、水中で最も速く泳ぐことのできる動物としてギネスにも認定されているそうですね。え、私もですね、バショウカジキの泳いでる映像ですね、見たことあるんですけれども、すごいですね。いやー、めちゃくちゃ速いですね。はい、一見の価値あります。 YouTube かなんかでね、あると思うので探してみてください。はい、では今回の問題を、いきたいと思います。今回はですね、こちら、小笠原諸島の中に存在しない島はどれ。小笠原諸島の島々には親族の名前が付けられている島が多数存在しますが、次のうち存在しない島はどれでしょう。1兄島、2妹島、3婿島、4舅島、5仲人島。答えはどれでしょう。はい、ということでね、皆さんのねコメントをお待ちしております。ぜひね、考えてみてくださいね。まあ、考えても当たるもんでもないんでね、これを機会に調べてみるのもいいかもしれません。はい、答えは次回発表させていただきたいと思います。お楽しみに。はい、ということで隊長のウミウシラジオ第17回目、終わりの時間が近づいてまいりました。はい、今回からですね、ちょっと動画編集が手を抜いたわけではないんですけどちょっとね、そういう編集自体のね手間を省こうかなと思いましてね、写真とかは直接ブログにね貼っつけて、こちらの YouTube の方はね音声のみとちょっとしたテキストだけにしようかなと思っております。その方がね編集に手間がかからないんでね、比較的ねこう楽に更新ができるんじゃないかなということでねまあ、もしねそういうのが動画というか画像がね載った方がいいっていう方がいらっしゃったら大変申し訳ないんですけれども、ちょっとねこの仕様で、やってみたいと思います。やっぱこうちょくちょくねアップしていきたいんでね、ラジオ自体をちょっと手間を省かせていただきます。申し訳ございません。もうねもっとちゃんとね編集勉強すればいいんですけどね、なかなか時間が今ちょっと作れず申し訳ございません。それよりもね、いっぱい更新する方がいいんじゃないかと思いますので、どうぞご理解いただければ幸いでございます。はい、ということでね、
いやね、クイズの方もね、海に関するクイズとでもね、ちょっと限られてるんでね、もしかしたらまた別のねコーナーを作ったりとかして交互に、やっていくのもいいんじゃないかなとかいうのも考えてるんでね、ちょっと今後またね面白いコーナー見つかれば楽しんでいただければと思いますね。コメントもお待ちしておりますね、どうぞよろしくお願いします。隊長の海牛ラジオ、隊長がお送りしました。ではでは、さようなら。